お前は北斗神拳伝承者ケンシロウだな。猿がいい。お前たちは無駄死にするだけだ。何を偉そうな。神ごときに女を奪われたお前の剣などこの俺に通用するとでも思っているのか。古衆剣の爪の跡だ。今度は腹渡までえぐらせてもらうぞ。ん？力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく好きなものを自分のものにできる。お前ごときでは俺に勝つことはできん。お前と俺には致命的な違いがある。それは欲望、執念だ。欲望こそが強さにつながる。お前にはそれがない。力ずくの欲望の果てに待つものは虚無。それは誰も幸せにすることなどできはしない。甘いな。いや、終わった。なんと極時計。宿命のままに無双の剣を振るうのみ。面白いな。これはシスカは死んだ。それは城の起爆リモコンだ。お前にこの町をくれてやる。呪骸。お前には邪神の匂いがない。そればかりか、なぜか懐かしい匂いがする。古き良き時代のな。いいか、その代わり俺に見せてみろ。その甘さがどこまで通用するか。俺は地獄の底から見物させてもらおう。
その子を放せ。てめえか、俺の仲間をやったのは。北斗百裂拳。なんだ、てめえの剣など顔ども効かんわ。ぶっ殺してやる。お前はもう死んでいる。